コブサさん、ナイスパレード。マージャンよける太郎さんとユウさんが最も攻撃的と話してましたが、新しい人入ってきて変わりましたが、ナイスパレードバース。大輔さんは攻撃的だね、さすがに。猿川さんはなんか微妙、むずい。なんか攻撃的と言えなくもないし、守備的と言えなくもないみたいな。なんか結構つかみどころがない感じではあるな。まあね、菅原さんがピッピがまあ攻撃的。いや、ピッピは攻撃的だろうかな。なんか成績はすげえ攻撃的なんだけどな。成績だけ見たら超攻撃的なんだけど、僕そんな攻撃とかは思わないな。フトッシーも攻撃的だけどね。うん、みんな攻撃的よりか。そう考えたらダイゴさんはまあ攻撃的ではないな、さすがに。うん、大輔さんがまあ鉄板攻撃型で、ピッピと猿川さんがあれで、浅見さんはまあ、浅見さんはでもなんかそんな攻撃的な意味でないんだよな、僕。水原さん攻撃型よ、そりゃ。どう見ても。水原さんは攻撃型。水原さんの麻雀、渋川さんの麻雀と結構似てるイメージある。本当か？本当か？いや、本当か？いや、本当じゃないね。どう考えても。どう考えても本当ではないな。だいぶ違うね、さすがに。一番防御に振ってる人誰だろう？ああ、守備力ナンバーワン？誰だろうね。まあ、普通にアンケート取ったら大井さんってね、なりそうだけど。どうなんだろうね。まあ、どこまでを守備力というかだよね。例えば、上がることによって、危機をかわすのを守備力というならまた話は変わってくるし、単純に、保住率が一番低い人を守備力というのなら、一番保住率低い人誰かって言ったら、でも、大井さんか、秋さんかとかになりそうな気がするけど、どうなんだろう。実際のデータは知らんが。単純にね、保住率だけの話でいくと、大井さんとか秋さんとかになりそうだけど、黒沢さんはでも踏み込んでいくじゃん、結構。だから、保住率そんな低いイメージないんだよな、黒沢さんは。で、ゆうさんとか中林さんとかが低いのは、まあ、たまたまじゃん。だから難しいよね。保住率はたまたま低いパターンもいっぱいあるからね。うん。そう、支部が保住率低いのも、まあ、だってさ、まあ、行くときに攻める人が保住率低いのはついてるわけよ。うん。保住率で判断するんじゃなくて、危険牌、キルドとかで判断するのかな。わからんな。だから、誰が一番守備力高いかっていう質問は難しいよね。とても、答えが。うん。どうしてもイメージの話になっちゃうしな。なんでもなんか、一応ね、過去数年のデータを全部まとめて、一番保持率が低い人が、一番守備型と言っていいんじゃないかな。まあ、データ的に。と思いますけど。どうでしょうね。でもそれで、例えば、フトッシーとかユウさんが1位ですってなったら、じゃあ、その2人が一番守備型だってなっても誰も納得はしないけどね。うん、たまたまだーっていうだけだから。まあ、大井さんとかがね、秋さんとかが1位だったらみんな、ああ、そうそう、そういうこと、そういうことっていう感じになるし。まあ、ただ一つ言えるのは、麻雀っていうのはね、ついてたら打たなくて、ついてなかったら、もうどんな硬い人でも打っちゃうわけですよ。うん。だからなんかやっぱ保有率だけで見るのは難しい気はするね、そんな短期で。だって昨日さ、見たでしょ、あの、日向さんのさ、誰でも打つ2巡目 E1 トンシャンポンリーチしたら、なんか跳ねまうったやつ。うん。もう、あれで保住率を上げられてもさ、たまんないじゃん。もうね、みたいな。うん。ああいうのがあると保住率勝手に上がっちゃうから、ああいうのが2回ぐらい来たらもうガンって上がっちゃうから、ちょっと難しいよね、判断がね。うん。リーチ後に掴んだらさ、もうそれはしょうがない話だから、難しいっすね。誰が一番守備力高いかという問題は。うかつな補充はね、まあ言うてみんなしないじゃん。だからなんか微妙な手の時にやっぱどれだけ守備的に打つか攻撃的に打つかで守備力ってのは変わるかなと思うんだけど、そういう意味で言うと僕守備力高いになるのかな。微妙な手 M リーグ本当にあんまりやんないから、うん、難しいですな。ああ、勝俣さんとか守備力高いイメージあるね。うん。実際の保住率がどうかは知らんけど、勝俣さんはマジでしょうもないってやんないイメージあるわ。うん。ただやっぱ行くときはバーンって行くからさ、やっぱりそういう意味ではとても守備型とは言いづらいよね。難しいな。まあ守備力の定義によるが、まあ僕も守備力は高えな、さすがに。うん。この手組みしといてよく守備力高えって言えたもんだけど、まあ、親番だからな、許してもらおう。うん。
やっぱそういう意味では守備力高いくないかもしれんな。こんな手組みになってるぐらいだから、うん、子供だとなんないけどね、うん、親だとやっぱブクブックにしちゃうんだよね。久人さんは僕も守備型だと思ってるけど、さすがに守備力ナンバーワンが久人さんでは異論が起きるだろ。さすがに久人さんは迷う時あるじゃん、切るの。まれに、いつも早いけどさ、まれに止まる時あるじゃん、まれにね。その時全部守備の時だからね。全部降りてて手詰まった時だから、ほぼ間違いなく、うん、だから手詰まり慣れてないんだよね。やっぱそう考えると、やっぱ攻撃型ではないけど、まあ守備力ナンバーワンって感じではないよね。伊達ちゃんとかも確かに守備力高いイメージはあるな。組まないからね、あんまり。やっぱ組まない人が守備力高いと言うかもしれない。そうするとやっぱ大井さんになるのか。行って一周回って、一周回って大井さんになるか。日向さんはガンガンリーチくるイメージだけど、大井さんは上がり率高い。大井さんこそあれだよね、典型的な。打点はそうでもないけど、上がり率高いタイプなイメージだね。ああ、ガセさんもそうだね。何をもって守備力というか、これは難しい問題である。とりあえずさっきの話題で、じゃあやっぱ一番守備型な選手は大井さんで決まりということでよろしいか。難しいな、もうマジでイメージの問題だわ。堀さんもまあむずいけど、ちょっと守備寄りなんだよな。僕エブリーグ始まるときさ、うん、僕の麻雀1と3が多いって言ってて、初年度は全然1と3が多くなかったけど、うん、今年は1と3が多いになったね、うん、1と3が多いスタイルなんですよ基本的にね、うん、であとは1と3がどれだけ多くなるかにかかってるみたいな。今年は1が一番多いからついてる年だね。7462、おお、7462は上等だね。上等というか文句つけようがないね。でまあ素点が少ないのもいつものことっすね。やっぱトップ面に立つと守るから、かなり素点はね、どうしても少なくなるんだよな。トップ面からさらに漫画にするぜみたいな感じがないから、僕の麻雀は、うん、マイナスは大きい。マイナスも言うてやっぱ4だとリスクなく腕振って3を目指せると思ってるから、まあそれで捕まることもあるわなっていう感じ。皆さん、子供でリーチのみの愚形を打つ M リーガー全然想像できないでしょ、一人を除いて。僕はリーチのみ愚形を打ってくる M リーガーはもう一人だけはパッと出てくるんだけど、その一人以外出てこないんだよね、さっと。うん、いや、フトッシーじゃないよ。フトッシーは案外リーのみなんないようになってるからね。うん、いや、久人さんも最近打たんやん。黒沢さんなんて一番遠いじゃん。あれ出てこないな、みんな。そう、本田さんだよ、本田さん。本田さん、本田さんはなんか堂々とやってくるイメージあるけど、本田さんはね、でも本当にリーノミグキ行ったかと思いきや、普通にタンヤオドラさんとかもリーチしてくるから怖いよね。